英検1級二次試験対策動画。英検1級の二次試験合格を目指して一緒に面接練習を頑張っていきましょう。試験本番では緊張することもあると思います。なのでこの練習動画で本番さながらに練習して本番を迎えて合格を目指していきましょう。では1分間で3つのスピーチから1つ選択。日本語でまずは2分間スピーチして、その後情報を調べて補足して、英語2分間スピーチで英検1級二次試験の練習をしていきたいと思います。トピック情報も補足して改善版も考えて、どんどんスピーチ力をアップして1級合格目指していきたいと思います。では Let's get it started。 画面に出てくる外国人を面接官と思って本番さながらにスピーチの練習をしていきましょう。Let's begin the test. Here is the topic card. You have 1 minute to choose one topic from the 5 choices and prepare your speech. Here you are. Your time is up. Please tell us which topic you chose. 2番 Should the death penalty be abolished? です。死刑制度廃止されるべきかどうか。 Okay, you have 2 minutes to give your speech. Please begin. 私は死刑制度を廃止するべきではないと思っています。理由は2つありますので、その理由を述べたいと思います。まず一つ目の理由ですけれども、死刑制度というのは、まあ、人の命を奪うという極刑であるわけです。しかし、例えば犯罪で、重犯罪でですね、殺人を犯して、人の命を奪うとか、そういった重犯罪を犯した人にとって、やはり罪を償うという意味で、この死刑制度というのは残しておくべきだと思います。これがまず一つ目の理由です。そして二つ目の理由ですけれども、非常に、発殺人といった重い事件を、の抑止力になると思います。なぜならば、基本的に人は自分の命というのは大切なので、死刑制度というのはその命を奪う、極刑であるわけですね。ですので、もし、この犯罪を犯したら私は死刑になるかもしれない。そういう思いが出ると、やめておこう、とどまっておこうということで、犯罪の抑止力になるのではないかと思います。これが私の二つ目の理由です。まとめますと、私の立場は死刑制度は残すべきだと思っています。先に述べた二つの理由が主な理由ですけれども、やはり、重い罪、殺人、等を犯した人についてはですね、やっぱり自分の命をもって罪を償う、こういう極刑を残しておくべきではないかと思っております。以上が私のこのトピックに対する意見です。どうもありがとうございます。それでは英語のスピーチに向けて準備を進めたいと思います。今回選んだトピックです。死刑制度は廃止されるべきかどうか。 Should the death penalty be abolished? というトピックを選んでみました。スピーチで取った立場は NO、 廃止されるべきではないという立場でスピーチをしています。理由ですけれども、極刑として残しておくべき、罪の償いということがまず一つ目の理由と、犯罪の抑止力になるのではないかという意見でスピーチをしています。それでは関連単語、関連情報などを調べていきたいと思います。それでは覚えておきたい単語を表現をチェックしたいと思います。
キャピタルパニシメント極刑、キャピタルパニシメント、アトンフォーシンズ罪を償う、アトンフォーシンズ、クライムディタレンス犯罪の抑止力、クライムディタレンス、コミットフェロニーライクマーダー殺人のような重罪を犯す、コミットフェロニーライクマーダー、キャビネットオフィスポール内閣府の世論調査、キャビネットオフィスポール、イレパラボー取り返しがつかない、イレパラボー、こういった単語を覚えておいて英語のスピーチに活かせればと思います。続いて死刑制度に関するその他の情報をインターネットで調べてみました。内閣府の世論調査では約 80% が死刑制度に賛成しているということでした。廃止すべきは約 9% である、他の約 11% の方は、何とも言えないというような意見でした。廃止すべきと答えた人の理由ですけれども、生かしておいて罪を償わせるのがいいんじゃないかと、国家であっても人の命は奪えないといった意見や、もし裁判で誤りがあった場合取り返しがつかない、こういった意見が載っておりました。そして死刑制度に賛成と答えた人の理由ですけれども、まず1番目に被害者の遺族の感情が収まらないじゃないかと、 The emotions of the victim's bereaved family do not subside ということが載っておりました。2つ目は命をもって償うべき、3つ目は犯罪が増えるんじゃないかと、抑止力がなくなるんじゃないかという意見が載っていました。4つ目は、もし死刑でなくまた、社会に出たら再犯の可能性があるんじゃないかという意見も載っておりました。では今確認した単語表現、そしてこういった死刑制度に関する情報を生かして英語で2分間スピーチチャレンジしたいと思います。それでは Let's get it started。Okay, you have 2 minutes to give your speech. Please begin. My idea for this topic is I don't think death penalty must be abolished. I have 2 reasons. First reason is I think if criminals committed a serious crime like murder,or homicide, I think they have to pay the price by their lives. This is my first opinion. And the second opinion is, if we don't have a death penalty system, I think crime deterrence will be reduced. It might be possible.Crime rate, I mean, serious crime rate will be increased, and it will be affect our society. So this is my second point. And according to Cabinet Office poll about death penalty, about 80% is favor of death penalty, and only 9% is against it. So also,According to this cabinet poll, cabinet office poll about this penalty, majority is favor of keeping this penalty system. So as a conclusion, I also think this penalty must be remained as it is. So this is my position for this topic. Thank you very much.それではスピーチを振り返っていきたいと思います。今画面に映っているのが私が2分間英語でスピーチした内容を文字に書き起こしたものです。文字に書き起こして、単語や言い回し、文法、その他改善点を見つけて改善版を作って、スピーチ力アップを図っていきたいと思います。こちらが改善版になります。それでは見ていきましょう。 My idea for this topic is I don't think this penalty must be abolished.
I have two reasons というところで、私のこのトピックに関する考えというのは、This penalty 死刑は廃止しなければならないと思いません。I have two reasons。二つ理由があります。というところで話し始めています。First reason is I think if criminals committed a serious crime like murder、最初の理由として私はもし犯罪者が殺人のような serious crime、重罪ですね、重い犯罪に手を染めたとき、I think they have to pay the price by their life ということで、彼らの命によって pay the price は、罪を償う代償を支払わなければいけないということですね。 I think they have to pay the price by their life 彼らの命によって代償を支払わなければならないと思いますと述べています。 This is my first opinion これが私の最初の意見です。そして、And the second opinion is, if we don't have a death penalty system, I think criminal deterrence will be reduced. ということで、二つ目の理由は、もし死刑制度がなかったら、criminal deterrence、犯罪抑止力が reduced、下がってしまうのではないかと思っています。ということで、意見を述べています。It might be possible, criminal rate.I mean, serious criminal rate will be increased ということで、抑止力が下がるので、criminal rate 犯罪率、すなわち I mean、私の言う犯罪率というのは serious crime ですね、殺人のような重い、凶悪犯罪というのが増えるのではないかと述べています。 And it will affect our society, so this isMy second point ということで、そうなると我々の社会に影響が出ると、これが二つ目のポイントですということで話しています。そしてインターネットで調べた情報ですけれども、 And according to cabinet office poll about death penalty, about 80% is favor of death penalty ということで、内閣府の実は、death penalty 死刑に関する、世論調査によると、About 80% is favor of death penalty. 約 80% の方が死刑に賛成していると。And only 9% is against it. そして、9% だけの人たちが反対しているということで情報を付け加えています。A majority is favor of keeping death penalty system by the reasons such as emotions of the victim's believed family. ということで、大多数の人は、死刑制度をそのまま維持することに賛成であると。By the reason, such as ということで、emotions of the victim's bereaved family、遺族の方ですね。被害者遺族の方の感情といった理由によって、死刑制度に、賛成しているんです。ということを情報として付け加えています。そして最後まとめの部分ですけれども、So as a conclusion, I think,I also think this,this penalty must be remained as it is.、そしてまとめですけれども、私は、死刑制度というのは今のまま維持されるべきだと思います。So this is my position for this topic. これが私のこのトピックに関する立場です。Thank you very much. ということで、まとめてみました。いかがだったでしょうか?今回のトピック。This penalty should be abolished.について英語でスピーチしてみました。では最後に、まとめておきたいと思います。まずは覚えておきたい単語表現ですが、 Capital Punishment 極刑、 Capital Punishment Atone for Sins 罪を償う、 Crime Deterrence 犯罪の抑止力、 Commit a Felony Like Murder 殺人のような重罪を犯す、Cabinet Office Poll 内閣府の世論調査、 Irreparable 取り返しのつかない、 Irreparable 取り返しのつかない、こういった単語を覚えておいてスピーチで活かしたいと思います。次に死刑制度に関する情報ですけれども、インターネット調べでは内閣府の世論調査では約 80% が死刑制度に賛成している、廃止すべきは 9% である。廃止すべきと考えた人の理由は、生かしておいて罪を償わせる、
国家であっても人の命は奪えない。もし裁判で誤りがあった場合、取り返しがつかない。賛成と答えた人の理由ですが、被害者の遺族の感情が収まらない。The emotions of the victims believe the family do not subside. 命をもって償うべき。犯罪が増える恐れ。再犯の可能性といった意見が上がっておりました。いかがだったでしょうか。引き続き英検一級二次試験対策動画、英語力向上につながる動画を上げていきますので、チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。 See you again. Goodbye.